毎日ポジメ、はい、ポジメ期18年スーパーポジメティーチャー福田です。さあ今日の話なんですけども、今日はですね、背景を知るというですね、お話をしたいと思います。背景、物事にはね、いろんな背景がある。目に見えてるものと目に見えていないもの、このですね、背景というものをですね、今日は皆さんにお話したいと思うんですけども、なぜこの話を僕がしたいのかと言ったらですね、昨日来てくださった貸金のお客様、あるですね、もう本当に有名なお店のチェーン店の方々なんですけども、まあ、飲食店ではないですね、物を売る、いろんなですね、こう用具を売るような、そういうような有名的なお店の方々の貸し切りだったんですよ。で、幹事の方はもうこの店14回目すごく気に入ってくださって、でそれ以外の人たちは新規の方というような、そんな貸し切りでした昨日は。でその中で、最近ですね、僕やってるのが、最後にちょっとこの照明を暗くして、で音楽をものすごく落としてですね、伝えたい思いというのをですね、一人ずつ話すという、そういうですね、最後のイベントがあるんですよ。でなんで僕はそういうですね、伝えたい思いを話すのかといったら、7人昨日はですね、8人か8人のご役だったんですけども、一人ずつね、やっぱり話したいこととか伝えたいことっていうのはあるんですけど、全員が全員と話せるわけでもないですし、話がうまいとされる人ほど人の話を聞くんですよ。それがすごくコミュニケーションにおいて大切なことで、いかに相手に気持ちよく話をしてもらえるかと、それこそね、すごくコミュニケーションを作るにあたって重要っていうのを、話が上手い人は知ってるんで、自分の話っていうのはほとんどしないんですよ。相手の話を 全面的に聞くっていう人が多いんですね。でもやっぱり伝えたい思いもあって、せっかくね、その8人のメンバーが集まったので、ぜひともこれ話したいなっていう思いはね、みんな人それぞれあるわけですよ。それをマイクをですね、渡しながら一人ずつですね、皆さんに語ってもらうということをですね、昨日したんですよ。でその中でですね、ある人が、実はこのお店に配属する前に会社を辞めようと思ってました。それはなぜかといったら、今のこの場所で、最後を迎えるよりも新しい場所でもう一度チャレンジをしてみたい、そういう強い決意、思いがあったと。だけど今のリーダーのその人から、いや、このお店が今新しく変えようとしてて、そのためにあなたの力が必要なんだ、来てもらえないかなって、その一言がすごく自分のことを必要としてくれてて、すごくその言葉が嬉しくて、そこの場所に辞めるのを辞めて、そしてそこの場所に、今のお店に配属になって、本当にそれが良かったと。そんなことね、初めて言う話だったんですけども、そういうふうなですね、思いを持って今の場所で働いてるっていう人がいたりとか、あともう一人女性の方はね、実は前のお店である不祥事があって、お客様が、多くの人が謝罪を要求するような、そういうある不祥事をしてしまったと。その時にみんな頭を下げて、毎日のように頭を下げて、それが辛くて辞めてしまう人がすごく多くて、それでもそのお店が好きで、そのお客様に謝罪をし続けた、そういう思いがあって、今の新しいお店に配属になって、お客様が来てくれることは当たり前じゃないし、いつそうやって不祥事があって、そのこんなに来てくださる方々にまた謝ることになってしまう可能性があると。だからこそ、もう絶対にそういう不祥事を起こさないように、自分のね、ものが、扱っているものが間違いなく正しいものっていうのは、正直いろんなものを取り扱っているとおざなになってしまうと、分からないこともあるかもしれない。だけどそういう時、そういうことを経験したから、そうならないように、いつも心に、あの時の何度もお客様に謝った気持ちを心に留めて、今も仕事をしてるんですっていう人がいたりとか、おのおのそこのお店に行き着くまでにいろんなことを経験して、今のその場所に行き着いてるんですよ。でそういう背景を知ることによって、
よりその人のことを好きになれるし、その人と一緒に働くことに、すごく光栄に思えるし、その今のチームが入れることにありがたく感じるんじゃないかなと。やっぱ人の背景を知るっていうのはすごくね、僕は大切なことなんじゃないかな。でもなかなかその人の背景なんてね、わからないし、その人と長くね信頼関係を置かないとそういう話って聞けないと思うので、やっぱ人のね、いろんな背景を知ることによってよりその人のことを好きになれる、そんな経験をね昨日させていただいたので、今日はですね、人の物事の人の背景というのはすごく大切だという話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。